おい、早く誰が何するか決めないと。河川がキルジョイ。ほう。いやそう。いやもう俺今日は勝つためやったら何でもする。全然嫌そうやん。勝つためなら何でもする。いやでも雰囲気が一番やっぱ俺大事ってのに気づいたんで、バロラント。マジですか。うん。だからそのもしあーこのキャラあんまりやりたくないのになーって言ってやるよりは、その自分に合ったその乗ってる時の方が強いキャラでも全然。いやでも誰がセントリーキルジョイできんねやって話っすよね。それはそう。アリピが。ああ一応使ったことないですけども。一応使ったことないんだよね。やばいよ。使ったことない。あるテンションやったけど。うん、ちなみにアセントアストラできるっすよ。いやこいつこの前あれっす、オペ拾いに行こうとしてる味方アストラで吸い込んでました。あのラウンド終わりに。待って、 サイコパスやん、普通におるやん。サイコパス1いるやん。笑いながら聞きたくなかった。サイコパス1いるやん。じゃあいや俺サイファーとかでもいいっすよ。 CR リオンとフレンドになったから無視されてる。ごめん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 なさいごめんなさいごめんなさい。もうガチで嫌なやつやん。ごめんなさい。ハレモンのリーダー。センチ。いやでもマジでリアルな話。それだとでもデュエリストはカナカナだけになる。まあでもその分策的度強いんじゃないですか。確かに大会みたいな構成だ。なんか今ファイブウンタラだの。デュエリストなしだの。意外といけんじゃないですか、一人でも。意外とね。じゃあいいか。じゃあそこまで言う。そんなチームのこと考えて作れてたんや、河川さん。なんか嬉しい。俺ジャケット欲しいっす。ガチなやつ。結構ガチ。ガチなやつ。いや俺普通ガチの。本当なんか嬉しい。いつもふざけてるイメージだったから。大会で夜使うときって俺マジで許可取るまで絶対使わないですからね。もう無理やから夜行こうっていうときしか夜出してないんで。あ、確かに確かに。なんか俺がいきなり夜選ぶヤバいやつみたいな。いや、ヤバいやつよ。上手い人ってイメージ。いやもう本当に俺バッチリ義務上、ああ、キルジョイやってるんで。一応でもバカにはされてるよ。義務上。義務上。バカにはされてるよ。あの違う、あのもうリワークされても嫌われてるやんとか、チームにおっても何も OK、ね、恩恵感じんみたいな、あのさっきボドドが言ってたけど。今日って。はいはいはい。使えばいいっすかね。確かに。河川さんがなんか夜。やべっす。最近フルパバロランクバロランとやってて、うんうんうん、いつも河川がいる中、あいつ夜即ピとかするんですよ。はいはいはい。で昨日気づいたんですけど、夜が味方にもたらす恩恵ってガチゼロで。ねえ。え、お前が言ってたのかよ。いや言ってないって。おガチエグいって言ってた。言ってた。いや言ってた言ってた。さっきの河川黙れインプラント。おエグいって。言ってないよ。インプラント。そういう感じ今日。そういう感じか今日。そういう感じか。晴れてんだ晴れてんだ晴れてんだ。晴れまくってるやん。晴れまくってるやん。レギュラーメンバーやな、しっかりな。ずっとおるな、いつ配信開いてもおるな、アイコンがな、ボドカの。始まってます。クソ早口になっちゃった。おったな、ずっとおるな、ずっと晴れ物メンバーにおる。ずっと晴れ物メンバー、晴れ物集団。あ、そっかそっか、あ、そっかそっかそっか、あ、そっかそっか、あ、そっかそっかそっか、画面でしよ。あ、そっかそっか。じゃあせーので謝ろう。ボド怒るんやから。せーので謝ろうじゃ。いいよ。画面でしよ。せーの。謝れみんな。謝れよ。